そういうのには参加しないって言ったよね。もっと大事なことがあるの。それは君の考えだし、他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわ。大抵のテーマパークではお客様をゲスト、従業員をキャストと呼ぶの。覚えておいて。魔法の国メープルランドから来たマスコットたちが住んでいる夢いっぱいのメルヘンエリア。大丈夫？私たち鱗滝さんが大好きなんだ。子供たちは他にもまだいるんだよ。いつも炭治郎を見てるよ。はじめまして。嘘、保険料がこんなに。こっちのは掛け捨てじゃない。バルハラと比べても好条件ばかり。問答無用。我がバロールの魔眼に見抜けぬ運命はない。我冥界騎士デュラハン、貴様の魂を借り取りもらい受け。全員殺せば誰かが敵だよ。魔人なんて茶も一人いれば十分なんだ。みんな同じことをするんだね。連携してチャムを狙う？いいだろう。少しだけ本気で相手をしてやる。命をもって償うのが当然だろ。安心しろ。おとなしくしていればウェルダンぐらいで勘弁してやる。いいお湯だったわよ。あら、おかえり。リフレッシュしたかったのよ。そうよ、ちゃんと働いてるんだから。私はサスケちゃんより年上だと思うよ。だからちゃん付けでもいいじゃん。サスケちゃんさ、見た目や思い込みで人を判断しない方がいいと思うよ。この世界にはね、私はね、いつか花や木をこの世界に取り戻したい。そこには家族がいてみんな笑ってるの。レンカは？もう、今日も美味しいね、お姉ちゃんの卵焼き。甘粕さんが教えてくれたよ。このくらいでないと。私が詰めてあげるね。さあ勇者よ、願わくばあまたの勇者候補たちの中からあなたが魔王を打ち倒すことを祈っています。さすれば神々からの贈り物としてどんな願いでも叶えて差し上げましょう。